おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。余韻に浸っています。私は今余韻に浸っています。なぜかって言いますとですね、まあこれをあげる頃にはだいぶもう昔の話なんですかね。バカなチャレンジをしまして、すげえバカなチャレンジをしまして、まあ、5ヶ月間かかったみたいですね。まあ5ヶ月間かっこ9日なんですけど、9日にわたってやったチャレンジがですね、ようやく、完結を迎えたんですよ。その翌日です、今日は。16時です、ただいま時刻。長っ眠り長っ俺。本日はですね、ちょっとまあ、気楽にやりたいんで、二人プレイで遊んでいきます。よろしくお願いします。誰かな？おお、気楽な相手だ。3700しかねえぞ、HP が。避けられそうな気がしてきた。実況としては久しぶり、かなりもう本当に久しぶりなんですよ。今回のパーティーを簡単に説明します。僧侶の魔法意味ですね。これは、僧侶でじゃないとできないんですよ。さあ、行きましょう。ホイミスライムとシールドこそ、リリパッドはちょっとごめん。最近出すぎだ。シールドこそ、君も出すぎだが仕方ない。こうするしかねえ。そしてもう片方はモンスターマスター、お化けキリコ、アームライオン、ベビーサタンというね、また珍妙なモンスターが2体いるぞ。さあ、彼らを救うために、今回のチャレンジはですね、彼らを救うためと言っても過言ではないと。全然気楽じゃないですね。よく考えたら。まあ、二人プレイなんで、だいぶね、行動は気楽に選べると思います。さあ、まずはね、こちらですよね。やる気満々だったんですよ、僕。行きましょう。さあ、一品目チーム必殺技行くぞ。ホイミ3体。ホイミ3体ということで、もちろんあれですね。まずはこちら、2P チーム頑張ってもらいたい。モンスターマスターチーム、イオナズン。しかし、MP が足りない。あ、もう、じゃあまあ、しゃがないから、フォークで。はい！わーお！よく出るね。にしても魔法意味先生しねえな。まあ、風神はぐるぐる回ってくれるだけなんで大丈夫です。スパイラースラッシュの方が怖いんで大丈夫です。あーおー、いいね。総理は避けたか。さあ、行こう！ 3 人とも！ホイミ3体合体。これは、賢者じゃできないです。第3の技が発動する性質がないとダメなんで、まあ、賢者じゃできないんですよね。さあ、魔法行くぜ！耐性無視！耐性無視魔法！戦火！烈光剣いけ！メタルもぶち抜く光よせーの D！ わおこれ耐性無視っていうのがやばいんだよね、この技って。はぐれメタルやメタルキングとかの呪文耐性すら貫通するっていうのが本当に魅力的。僧侶のね、普通にこう、ウェポンとすらなりうりますよ。さあ、お化け技能こうやって今ありました。頭突きいきます。ソルタ君、いけ！頭突きせーの！おお、ぴょんぴょん。お、なんか生えた。さあ、このチームのリーダー、ライアン行きます。ライアン、DQ5 の姿。いけ！百裂剣！行くぜ！ほい！おい、やるじゃん！なかなか火力はあるじゃねえか、お前。火力はあるな。うん。火力はあることは認めたろう。さて、ということはですよ。こちらも。今回は 2P チームも必殺技が使えるんですね。というわけで、遅延をします。ベホイミで遅延をしようと思います。まあ、やられるわけにはいかないんでね。これが 2P チームのいいところではあるけど。おっと、遅延をしています。さあ、3みたい？こちらも。3つのブレスが合わさるということで。オーロラブレス！綺麗！究極連勝技、オーロラブレス。あら、3種のね、ブレスが集まって光に見える。あら、綺麗。行くぜ！オーロラブレスってもうスライムジェネラルだしな。ドン。あ、ウェーイ！めっちゃ効いたじゃん。おお、想像以上にな。うん。すっげえ想像以上に効いた。回復するつもりです。ホイミ。はい。さあ、遅延行為をしまして、今回はね、必殺技使えるチーム2つということです。さあ、賢い方ならね、もう分かってしまったかもしれませんね。魔法とオーロラブレスなんで。お、いい感じよ、いい感じ。まあ、削り切れる心配はないね。いや、優しい相手で助かるわ。うん、すっげえぐる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 回ってるもんな。めっちゃ回れ回れ接撃化してるもんな、お前。回りまくってんぞ、お前。目回るって。さあ、爆裂剣はちょっと当ててほしいとこではあります。いい感じに乗るんで、そうすれば。さあ、参りましょうか。魔法。そして、オーロラブレス。二つが合わさって、二つの光は究極必殺技。行くぞー！
さあ行こうや、久しぶりやな。6人一体、みんな息を合わせ、光と光が合わせれば、もちろんその結果は光。行くぞー、ホーリーファッシュ、極大発光呪文さばきの先行、受けてみよう。すげー、わ、綺麗わーい。めっちゃとどめの一撃があったな。とてもアームライオンやお化け記録を出せるような技じゃないと思うんだけど。見た目とやってることの差がひどいのよ。そしてやってきたのはなぜか普通の指導です。ほう、ちょっといいかもになってくれるかもしれませんね、君は。じゃあ倒してみるか、あの技で。まあ、白目指導って言っちゃえばなんか可愛いもんだなぁと、聞こえなくもないです。僕からすると、まあ、序盤に今日、まあ、白目の中ではかなり強い部類には入るんですよね、彼って。なんだかんだと言いまして。さあ、まずは一番危険な一旦目を防いでしまいましょうか。まあ、叫びもあるんでちょっとあれだけど、破壊の竹が怖いんで。さあ、このターン、ことはみんなランダムだからね。何が出るかわからない。鬼が出るか、ジャガが出るか、バギマが出ましたね。まあ、どうしようもなかったね。まあ、バギマの方がいいよね。どんなもん、賢さ高いからさ。まあまあまあ、十分出たな。それでも割と出た方だと思うよ、僕は。あっと、破壊神の叫びで、もうごっちゃごちゃになるやつか、これ。ごっちゃごちゃ、これはごっちゃごちゃになったな。3体混乱したか。行動選ぶとか選ばないじゃなくて、もう混乱だからね、君たちは。まあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。来たぞ。破壊の宴が始まった。ボーンファイターが1700ぐらい食らうからな、これ。さあ、どんなもん、せっ、あー、ルビス入ってたよね。ルビス入りました？本当に 30% 減してます。さ、あ、戸惑いながら攻撃。頭突きなんだよね、それ。戸惑いながら攻撃も頭突きなんだよな。あー、さすがに無理じゃない。さすがに無理かも。いや、まあ、そりゃ、うん、出るかもしんないけどさ。はい。うん、弱点なんだけどね。弱点なんだけど。さ、音いけいけ、まるでレーザービームのような、レーザービームはいいビームってね。いけ、ライアン頑張れ。あれ全然打点取れてねえ、このターン。どういうこと？あれ、このターン全然打点取れてねえんだけど、どういうことだおい。なんかお互い守ってたみたいな感じになってるぞ。はい、行きましょうか。止めます、ここのターン。ここのターンはフルアタなんで、ここ止めます。さあ、つばぜり合いはね、ここな、わかる？ここよ。ちょっと待ちなよ。いや、つばぜりはね、メンタル、あのゲージじゃない、メンタルやで。ティナさんのね、つばぜりのメンタルはすごいんやで。メンタルで勝つなよ。なんやねん、ここってどんなゲージ出しとんのよ。もうこっちびっくりしなあかんのよ、そんなんしたら。びっくりしたわ、自分も。まあ、言わずダメだからね。いやー、せっかくだから、あれで倒してあげたいな、君は。あれで倒してあげたい。このターンどんだけ打撃でか、またか、ま、チキ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 。チキ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 してんねー。びっくりするぐらいな。それはもうびっくりする。チキ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 してんねー。頭がばっかになって。はーい、ベホイミー。こいつのベホイミーは400回復するんですよ。おお、お前ら、戦う気ないな。お前、戦う気ないな、お前ら。ちょ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 。ちょい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 、君たち、なんか打点誰が出したっけ、このターン。うせや、信じられん。ちょっと、信じられんから、そんなに、そんな火力ないの、君たちは。君たちの火力どうなになってんの、ちょっと。まあ、このターンは遊んでくれる可能性も高いんだよな、言っちゃえば。ただ、さすがにあれで乗る気はしないから、ここで、攻撃行動を選んで、次のターンに、あ、でも次のターンもフルアタっちゃ、フルアタなんだよな。このターンに普通にやって、とりあえず。うん。突進続きせーの、はい、もうそんな出たの。このターンにうまいこと攻撃してもらって、4ターン目にあれしない？俺ちょっとその未来見てみてえば。言わなずんで。へい、よいしょ、まあ、まあ、これいいんじゃない。でもな、さすがに無理かな、乗せれねえかな、ちょっと欲張ってっかな。どんなもん、 HP に余裕はあるんだよな。チキチキしてるからだろ、君たちが。もっと攻めてもらっていいんだよ。
いけいけいけい、爆裂拳、せーの、ヤイスー、いいじゃん。これ次のターン本当にいけるかもしれんな、ホーリーフラッシュで。光弱点だしね、指導だからだいぶ出んじゃね。ちょっと俺かけてみてえな。ダメだったらダメだの時、ダメだったらそれはその時よ。ビビギーせーの、おい、あー1600出さなあかんやん。じゃあ、いやいやいや、あ、まだライアンがいる。ライアン、ライアン、ライアンがどんぐらい出せるかよね。いけいけライアン、うん、いけライアン、うん、パワーは本物や。あー、これいけんじゃねえか。あ、あ、ダメ、それちょっとダメですって。必殺技出せないじゃん。お前ら、お前必殺技出す気ないな。ちょっとどっちの必殺技も出せねえじゃねえかよ。おい、どっちの必殺技も出せねえじゃねえかよ、これじゃ。おい、どっちの必殺技も出せねえじゃねえか。いや、これね、あえて、そうだな、そのルートで行こう。じゃあ、5ターン目、とどめ打ちます。耐久に余裕あるんですよ、パッと見。下手に、こいつまた例によって、あれあるんですよね。非鉄カード5ターン目に存在します。なので、高校に打たれるとどうしようもないじゃないですか。なんで、とどめを打って、本当の最後のとどめをホーリーフラッシュということにしましょうか。HP に余裕はあるもんね、全然。全然 HP に余裕はあると思うから、このターン耐えるよね。さあ、行こうか。おい、よいしょ。あんまり変わらへんな、お前のモーション。今日混乱多いなぁ。いやー、ちょっと見たかったけど。いや、フィニッシュ、最後のフィニッシュはあれにしよっか。うん。まあまあ、おー、いいね。そういうことよ。これはもう、行きましょう。そうしましょう。だって今からとどめで僕は3300削るわけです。ってことは最後の一撃をあれに乗せてもいいんじゃないですか？いいやん、ドラマチックに行こうぜ。にしても、HP 減らねえな、このパーティー。5ターン目だぞ、今。ちなみに私はムーブルクの王女派です。そりゃ、この3人の中で言ったらムーブルクの王女取るやつがいっぱいいると思うんだけどね。さあ、ミナデインをして、それでもなお耐える破壊神に最後の鉄槌クラッシュやるという、そういう筋書きで参りましょうか。まずはここ出して、さあ、残り798なんて削れるでしょう。自己の効果ね。オッケー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 。いいよ。まあまあ、オッケーだよ。耐える耐える。次の攻撃も耐えるよ。うん、耐える耐える。ん？ん？まあ、耐えるでしょう。うん？まあまあまあ。さあ、とどめと行こうか、シロウくん。魔法魔法。オールラブレス。レッツゴー！ 6 名一体、究極必殺技！さあ、終わりだ、シロウ。え？おと、相手の攻撃！え？ちょっと待って、こっちは今、印象してんの！待って待って嘘よ！60なんですからさ！60、誰も全然しなかったの？信じられねえ！喧嘩勃発。先の戦いで敗北したら誰のせいかを決めようじゃないか。誰のせいでもねえよ。スバーサ60を先制してきたあいつが悪いんだろ。喧嘩勃発でございます。さあ、先ほどのパーティー、光を操る二人がぶつかり合うという瞬間でございます。なんでお互い言った目に、お互いね、必殺技の打ち合いといきましょうや。さあ、プレイヤー1秒前線攻撃。もう先ほどまで打っていた技を味方に打つはめになりました。さあ、どっちが悪いのかはっきりさせようや。究極先行呪文魔法意味。僧侶に許された最強の攻撃技。戦火烈光拳。まあ確かにこれはある意味、ホイミを過剰にやってんだから、そういう意味ではあるわな。おいいね、強いな。さあ、こっちも反撃。こちらも反撃。体勢無視バスス、光のブレス、オーラブレス。さあ、行くぞ、こっちも。そっちがその気ならこっちだって必殺技のお返しという熱い戦いです。ただね、こっち光飛んねえだろ。せーの。ああ、だいぶ通る方だな。あ、そうか、素早さがそうか、いらねえ効果やな。すげえいらねえ効果だな。さあ、ソウルといえば耐久戦法、モンスターマスターといえば、そういうことですよ。ソウルといえば耐久戦法、モンマス相手だったら翼で仕掛けられることもないですからね。チキチキしていれば
勝てるわけですよ、言っちゃえば。それ VS モンスターマスターといえばゴリ押しですよ。さあこれでぶつかり合おうや。さあ HP は有利だけど、こっからソウルがねチキチキしてベホイミ捉えまくるっていう、こういうことが起こるんですよ。そう、こうなってくると変わってくるぞ。いやー、さっきのギガスレで削った分が、続きいけ。さあマッシュ、緑のマッシュ、続きせーの、おーい、おー、俺結構出んな。ホイミンが小弱点だしね。うん、キノコが生えるのじゃやっぱ笑うな。チキ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 めっちゃチキってんじゃねえかよ戦法がよすげえチキチキ戦法だな。うん、まあ、たまにいるけどね、定期的にこういうパーティーいたけど、僧侶って、まあ僧侶って大体こんなんだからな。さあレーザービームはいいビーム、買い抜き。あー、まあホイミスレムがねさっきからひどい目にあってんな。イオナセン、パン。しかし MP が足りない。あれどうしようか、刺そうか。はい、おっと、ミカガミ、ミカガミミカガミ裁判官今日も来たのかよ。もう呼ばない、却下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 。もううわーい、嘘でしょ、やばいなこいつ、こいつやばいな。さあ相手はチキチキしてるぞ相手チキチキしてんな。 HP が互角に並んでしまったもんね。モンスターモンスターつわせりもできないし、さあチキチキしますよ。そうやんな、さっきみたいなガードがあるともうこうやってどんどん回復されてくからね。ホイミスレのベホイミはしかも特別仕様で400だしね、回復量。さあベビースタン、今度はどうだ、イオナズン、え、はい、テペロ210だとダメだな。ベホイミ、うっ、ベホイミスライムやばいなこれこれは嫌だな、立ち会いたくないなこの勝負やばい、逃げ切られるかも。あー、ライオン、ライアン、やばい、これ勝てる気せん。いや、ここで眠らせる大技を取れるか、マッシュ。あら、あら、まあこれはバックアドというやつですか。でもね、今からね100列拳するんですよ。あい、ライアン、ライアン起こすんじゃない、ライアンやめろ、起こすな起こすな起こすな。うーわ、全員これ叩き起こしたやろお前、お前絶対叩き起こしたな、ライアン、ほらちょっとライアンしっかりしてよライアンしっかりしてよ、せっかくマッシュが好プレイしたのに逃げ切られるぞやばい、逃げ切られる、素直に逃げ切られるね。すっげー嫌な試合見てる俺、泥みてえな試合見てるもん今、泥泥ヌーバなんかよりよっぽど泥だろこれ、ちょっと嘘でしょこれそう、生半可な火力だとこういうことになる、中途半端なんだよ火力が。いけ、今度こそいけ、ライアン、うえ、やっぱり避けられてる、そういう時は避けられんのよライアン頑張れ、ライアン頑張れ、判定勝ちとか判定負けになっちゃうねこのままだと、多分判定で負けちゃうね。いきます、いけ、シュッドー、おー、テーブル、あれこれ、あれこれってさ、今の会心すごいでかいんじゃないの。うん、あのベホイミとかしてるとどういうことになるかってたまんないよ勇気が。これもしかしてマッシュ、はい、マッシュどうだ、マッシュ溜まってんのかそれ。あ、マッシュそれ溜まってないね、めっちゃ惜しい、それめっちゃ惜しい、あの多分俺一つ敗因知ってんだわ俺ね、範囲はね前のターンにさ90だったんだよ理論上、理論上よ、お前ら勝ってるよあ、理論上お前ら勝っとる俺ね、あのね範囲分かったんだわ、前のこの時俺90で取った気がする。だから指導に負けた最大の戦犯は誰かっていうと、間違いなく俺うん、ということはドーン、
残りヒットポイントの量により、ユウの勝ちとする。なんやこの試合。